本日はご来館いただきまして誠にありがとうございます。開館まで今しばらくお待ちください。あ、黒木部長。ん？今日から業務部に配属になりました野花さやこと申します。よろしくお願い。お前、え、ちょっと来い。怒られる？なんで？一体何をしたんだこれ。もしかしたらさっき売店にご挨拶に伺った時、あ、破れたのがお尻じゃなくてよかったです。笑った。俺はそっちが見たかったな。さっきは怒られると思ったけど実は優しい。あ、セクハラですよ。わかってるよ。ほら、できたぞ。本当にありがとうございます。助かりました。お前、元気だな。この時はちょっとこわもてだけど優しい上司なんだと思っていた。それから半年。野花！はーい！日報の印鑑、全部逆さまじゃねえか。本当だ！よく気づきましたね！すごい！こいつ、感心してねえで早くやり直せ！はい！黒木部長が優しかったのは、入社の挨拶をしたあの一瞬だけだった。黒木部長は基本鬼だ。でも私は、うん、それからついでに、あ、今日中に自治会に発送するポスターはもちろん準備できてるんだよな。皆さん本当にすみません。いいよいいよ、みんなでやった方が早いし。中原主任。野花さん、こっちのは？それは予備です。オッケー。野花さん、これも運んでいいですか？お願い。はい。あ、もう20時？おい野花、終わったか？ん？なんでまだ中原がいるんだ？今日は子供の誕生日だろう。え？すみません。ここまで来れば大丈夫なので帰ってあげてください。じゃあ、ごめんね。あと、何が残ってる？もう終わるところです。そうか。自分のバカさ加減が嫌になる。こんなミスばかり繰り返して、ここにいてもお荷物なだけかもしれない。やっと終わった。終わったか？黒木部長？てっきりお帰りかと。無事完了しました。申し訳。帰るぞ。あ、はい。お疲れ様で。早く着替えてこい。俺を待たせるなよ。え？なんだ、いつになく静かで調子狂うな。緊張して。実際いい匂いの密室に二人きりだし。うん？ああ！なんなんだ一体。ほんとしょうがねえやつだな。あ、自分で拾えま。近い。うん？なんだこれ。あ。で、この退職願いはどういうことだ？実は以前から持ってて。はあ？私、ミスばっかりで毎日のように部長を怒らせてしまってますし、今日みたいに皆さんに迷惑をかけるのは辛いんです。あの、ですが退職前に一つよろしいでしょうか？ん？恨み事か？いくらでも聞いてやるぞ。私、黒木部長のことが好きです。はあ、辞める前に
に伝えておかないと心残りになると思いまして、聞いていただきありがとうございました。それでは。ちょっと待て、俺の返事は聞かないつもりか。返事？振られるの分かってて聞きたくないよ。分かった、だからやめるな。お前と付き合う。いや、それ私が部長を脅してるみたいじゃないですか。違うのか。え、シフト制なのに正社員がいきなり辞める方がみんな困るだろう。う、正論。大丈夫だ、こう見えてお前のアホなところは最初から気に入ってる。アホ？全然褒められてない。でも私を引き止めるために恋人にまでなってくれるなんて。なんだ、やっぱりやめるか。やめません。じゃあ私頑張っていいんですか。黒木部長に好きになってもらえるように。全力でどうぞ。それでは失礼します。ありがとうございました。ああそうだ、来週は俺たち泊まりで出張だから。泊まりで出張？楽しみだな。嘘みたい、あの黒木部長と付き合うなんて。でも今は私に辞職させないために付き合ってくれただけで、単なる餌付け状態。俺が欲しけりゃやめるなよ。わーい。ちゃんと好きになってもらうためにまずは仕事をまともにこなせるように頑張らなきゃ。ペンギンエリアの拡大とは。それ今回の資料だろ。お前はアシスタントだからそこまで読み込まなくても大丈夫だぞ。はい、でも知っておいた方が今後にも役立つと思うんです。ふん。本日はありがとうございました。他社での会議なんて初めてで緊張した。でもやっと今日はこれで終わ。ところでこの後懇親会があるのでよかったらご出席されませんか。終われない。ああ、それはぜひ。でもお付き合いも仕事だもんね。あとちょっと頑張ろう。こういう機会めったにないので楽しみです。そう言っていただけると嬉しいです。最近若い方にはこういうのは敬遠されがちで。そうなんですか。私普段はビールばっかり飲んでて焼酎あまり得意じゃなかったんですけど、これは美味しいですね。そうでしょう、ここに来たらこれを飲んでおかないとね。野原さん飲みすぎじゃないですか。まだ飲めますよ。ちょっと飲みすぎた。お前そろそろ飲むのやめとけ。これからはこっち。ありがとうございます。でもまだ全然平気ですよ。彼氏として心配って言ってもそういえばこれからはセクハラにはならねえよな。つうかお前なんでそんなガチガチなんだ。これくらいで緊張して俺と付き合ってどうするつもりだったんだ。面白え。付き合ってもらえると思ってなかったんですよ。もう心臓が無理なので話してください。お前付き合ったらこの先俺と何するか分かってる？付き合ったらこの先俺と何するか分かってる？何するって。あれ、でも黒木部長は私とそのん、そういうことできるんですか？さやこ
私が酔っ払ってふらついていたのを助けてもらっただけで、ね、黒木部長。先に戻ってるぞ。はい。何だったんだろう今の。びっくりした。それにしてもまさかここまでちゃんと彼氏っぽくしてくれるなんて、嬉しくてますますやる気出てきた。部長、私仕事頑張りますね。野花さんって彼氏います？はい。さっき野花さんが可愛いって話をしてて。そんな恐れ多いです。野花さん、いいキャラしてますね。俺好きだな。ありがとうございます。酔ってます？で、彼氏いるんですか？好きなタイプは？俺立候補していい？ちょっとちょっと、野花さん困ってるでしょ。彼氏はその、一応います。多分。一応多分。楽しかったですね。皆さんいい方ばかりで。それじゃ、おやすみなさい。黒木部長？野花、やっと二人きりになれたな。やっぱりダメ。まだ心の準備が。部長？半分冗談のつもりだったけど、そこまで拒絶されるとさすがにちょっとへこむな。違います。私こういうのあんまり慣れてなくて、ゆくゆくはその部長といろいろできるように頑張りますから、ちょっと待っててください。いろいろって何？それはそのって言わせないでください。俺、お前にしたいことたくさんあるんだよな。早くいろいろできるように俺も手を尽くすから覚悟しとけよ。受けて立ちます。なるべく早く負けてくれよな。さっきからなんだ。部長って意外とよく笑うんですね。お前がおかしいからだろう。普段こんなに笑うことねえよ。嬉しいです。好きな人が私といて笑ってくれるなんて。何もしないから今夜はここで寝ろよ。ね、寝られるわけないんですけど。まさかこの位置から部長の寝顔を見られるとは。まつげ長い。部長はそりゃこういうの慣れてるよね。今まで彼女がいなかったわけないじゃない。今はどういう形にしろ私が彼女なんだから気にすることない。そうなんだよね。この人が今私の彼氏なんてまだ信じられないな。好き。だから寝られるわけないってば。それではこちらの方向でプロジェクトを進めていきたいと思います。この度は大変お世話になりました。懇親会の時といい大変お世話になりました。こちらこそ楽しかったです。やっぱり
黒木さんとお付き合いされてたんですね。あ、いえ、そのようなことは決してあるけど黒木さんって独占欲強いんだな。じゃ、失礼します。え、あの、違うはないけど。なんで付き合ってるの分かったの？あ、会社のみんなにお土産買わなきゃ。何がいいかな。あー、どれも美味しそうで迷っちゃいます。もういっそのこと部長が決めてください。酒、うん、もうちょっと回ってみよう。聞いといて何なんだ。食いたいなら一人で行けよ。おいしい。俺の人生でよもやこんな女子の集う可愛い店に入る日が来ようとは。今までの彼女さんとこういうところ来なかったんですか？しまった。いえ、あの、やっぱり答えなくていいです。全然聞きたくないのに。きっともっと大人っぽいデートするんだ。俺、まともに彼女作ったことねえからな。彼女を作ったことがない？そんな、またまた。え、もしや部長も、あんまり経験ないとか？まさか。俺は後腐れない方が楽だったからな。え、うん、あ、いや、その引いたか。少々、あの、意外と言いますか。言っておくが、ここ1年くらいはそういうのもない。過去のことなんだ。今は、すみません、お手洗いへ。退職を思いとどまらせるために好きでもない私と付き合ってくれたのに、ちゃんと彼女として優しくしてくれて、少しずつ好意を抱いてくれてるのかなって嬉しく思ってたけど。後腐れない方が楽。私もそんな中の一人なのかな。ん？あっ、部長、昨日私の寝相大丈夫でしたか？は？何なんだいきなり。どうやら私寝てる間にここにあざを作るほど暴れてたみたいなんです。本気で言ってるのか？部長を蹴ったり殴ったりしたんじゃないかと。すみません。そうか、初めてか。はい。キスマークって知ってるか？ってことは部長がここにキスを？いつの間に？それ虫除け効果抜群だからな。やっぱりお付き合いされてたんですね。黒木さんって独占欲強いんだな。これを見られてたんだ。うん、虫除けってもしかして部長焼き餅焼いてたとか？もしかして部長焼き餅焼いてたとか？焼き餅。すごく自意識過剰みたいなことを言ってしまった。すみません、なんでもないです。もう行きましょう。はずー。いや、気持ち。本日はご来館誠にありがとうございます。まもなく12時30分よりイルカのステージが。
まもなくあちらでイルカのステージが始まります。はーい、行ってらっしゃいませ。なんだかいろいろあった出張だったな。これファイルに閉じといて。はい。黒木部長に私のこと好きになってほしいのに、私ばっかりどんどん好きになってるよ。野花お疲れ。わっ、戸島くんお疲れ。今少しこの後入ってるテレビロケのことなんだけど。ああ、俳優さんが来るらしいね。大丈夫だよ。ありがとう。ちょっと館内来てもらえる？客観的な意見が欲しくて。いいよ。黒木部長、お疲れ様です。お疲れ。野花はさっき堂島さんと順路の方に行って、ちょうど戻ってきたみたいです。で、気になってたんだよ。だから再提案しようかなって。女の子に人気の俳優さんみたいだし、ペンギンコーナーの撮影が多い方が喜ばれるんじゃない？やっぱり熱帯雨林の水槽、見た目は迫力あるけどな。とはいえピラルクの餌やりは圧巻だから、個人的に外せない。だよな。昼飯食った？今からみんなで外行くんだけど、どう？うわ、今日買ってきちゃった。そっか。お疲れ様です。ん？黒木部長から邪悪なオーラが。楽しそうだな。野花さん、昼だろ？ちょっといいかな？不思議だな、笑ってるのに笑ってない。最悪。もしかしてここの備品の棚卸し間違ってました？ん？え？あの、まさかここで？スカーフつけるとこの場所隠れるから虫除け効かねえんだよな。もう少し見えそうなところにもつけとかねえと。部長、息がかかってくすぐった。恥ずかしすぎて無理。今日は私がつけます。今私がつけますって言った？間違えまし。それもいいな。つけてくれよ、キスマーク。私より色気あるのでは？あの、私、やっぱり。じゃあ、俺がつけよう。やります。失礼します。よろしくどうぞ。職場なのに反応しちまうかと思った。